は超特大事件だぜ。犯人は特巡隊隊長ボートラン。聞けばリンチで友達の仇を取ったとか。カロレに濡れ衣を着せた奴らを。どうしたんだ、押し黙っちまって。なんとしてもボートランを助けないと。助ける、なんでだ。声が大きい。まだわからないのか。ボートランとカロレはヌビレットのお気に入りの部下なんだぞ。カロレがあんなことになった今、ヌビレットはボートランまで失いたくないはずだ。旧勢力が根こそぎにされた今、ヌビレットの地位は固い。俺たちで世論を何とかすればヌビレットはボートランを助けられるだろう。その暁には俺たちにも利益が。ボートランさんは正当な理由のもと友のために仇を討った。これは正義だ。みんなに聞きたい。もし自分が同じような経験をしたとしたら、ボートランさんと同じ考えを持つんじゃないか。そうだそうだ、賛成だ。事の始まりは卑劣な奴らがカロレを陥れたことによるもの。その仇を討ったボートランさんに罪などあるはずがない。ヌビレット様、ボートランさんは無罪だ。無罪無罪。静粛に。その見解は認めよう、ボートラン。君の復讐には正義があった。君の選択は理解できるものだ。だからこそこれから行う審判についてグレイと心痛を感じずにはいられない。残念ながら個人の正義が法律の正義と等しいとは限らない。復讐のため君は職権を乱用し死刑を下した。その行為は法に反するものだ。故に私は君を有罪とする。なんだって。そんな、ヌビレット様、もう少しお考えください。ボートランさんは今までにも数えきれないほどの手柄を立ててきたじゃないですか。ボートラン、何か言うことは。ヌビレット、一体何が気に食わない。お前から受けた命令は全てこなした。ここにいる全員が俺を無罪だと主張している。なぜ見逃してくれない。これがお前の考える公平だとでも言うのか。答えろ、ヌビレット。静粛。これ以上の弁解がないのであれば、被告人ボートランへの告発、その最終決定を有識に委ねよう。有志裁定カーディナルが下した審判結果により、被告人ボートランを有罪とする。さようならヌビレット様。ことの始まりはカロレの甘い考えだったんだ。異なる種族が平和に暮らすなど土台不可能だったんじゃないのか。おい、ぼーっとするなって。どうしたんだ、具合でも悪いのか。すまない、私の方で少々問題が起きたようだ。なんとか水原子力を抑えようとしたのだが、それでもルキナの泉に沈殿している感情を沸騰させてしまった。これらの溢れ出した感情と記憶はきっと君にも影響を与えてしまっただろう。私の不手際だ。大事ないだろうか。さすが水元素の竜王、やっぱ特別なんだな。確か前に旅人がルキナの泉に来た時は声しか聞こえなかったよな。感情の沸騰なんてのは起こらなかったけど。君の言うように、おそらくは私が特別だからかもしれない。ルキナの泉に限らず、私にはフォンテーヌにある全ての水に含まれる感情を感知できる。
川、湖、さらには雨水まで。そんなにすごいのか。だが、それを行うことは滅多にない。水の中の感情は常に雑然としている。よそ人として無関係な記憶で脳内を満たされるのはいささか良い体験とは言えないからな。というと。問題ない。あの記憶を自ら述べるつもりはないが、何も隠すべきことでもないからな。偶然とはいえ、このような形で君がそれを見たのは良いことなのかもしれない。今の君になら理解できるはずだ。どうして私が今回も組織ぐるみの暗躍があると推測したのか。この二つの事件は似すぎている。故に私が動かなければならぬと思ったのだ。うい、この感じ、オイラだけ話についていけてないぞ。仲間外れにするなって。オイラも話に入れてくれ。なら本題に戻ろう。先ほどルキナの泉を調べる途中、妙なことに気づいた。ルキナの泉にある感情から私に対する憎しみがあまり見つからなかったのだ。なぜかはわからない。どうやら水面下に潜む組織を直接特定することはできないようだ。その代わりキアラに対する憎しみを見つけた。ことの始まりはある密輸事件。それについては私もいささか印象に残っている。あ、それってオイラたちが読んだあの公文書のことじゃないか。ほう、君たちも読んでいたのか。大方あの件が掘ったんだろう。あれ、なんであんたたちがここに。ちょうど今パレメルモニアに探しに行こうと思ってたんだけど。ナビア、また会ったな。オイラたちに何か用か。ちょっと噂を聞いてね。ああ、もちろんわざと聞き回ったわけじゃないから。メルジーヌに手を出そうとしてる奴がいて、あんたたちその調査をしてるらしいじゃない。だからスピナディロースらに気にかけておくよう頼んだの。ここ最近サンドル川に見慣れない顔が増えててね。もしかしたらあんたたちの探してる人が身を潜めてるかもしれないでしょ。感謝する。だが誰からこのことを聞いた。そりゃ最高審判官と異国の旅人が一緒に外を歩いてたら、こっそり動こうとしても大勢の目に留まるに決まってるでしょ。あんたたちキアラに会ったみたいだけど、それを誰にも言わないようあの子に頼んでないんじゃない。興味がある人がそれを目にしたら何があったのか聞きに行くのは当然でしょ。つまり脅迫状のことだってすぐに広まるってわけ。シャルロットが言ってたのってこういうことだったのか。無論私もこの件をずっと隠し通せるとは思っていなかった。しかし情報の広まり方が予想よりもはるかに早い。もしかしたらヌビレットさんは自分が思ってるよりみんなに注目されてるんじゃない。ところで何か進展はあったの。メルジーヌに脅迫状を送ったものは密輸事件と関係しているはずだ。だが裏で指示している者がいるかどうかはまだ定かではない。私たちはパレメルモニアへ戻り、その事件の詳細を調べるつもりだ。まずは脅迫状を送った者を探し出す。そっか、私もうちのメンバーを集めて何か進展はなかったか確かめてみるよ。じゃあ私からの知らせを待っててね。また。なあヌビレット、オイラたちが調査してることが広まったら何かトラブルが起きたりしないよな。それについて私も考えたが平気だろう。情報が広まれば向こうも正面からメルジーヌに手を出すことはできなくなるはずだ。そして何より重要なのは民衆がこの件をどのように見ているかになる。400年以上前のあの事件では彼らは旧勢力を信じメルジーヌと対立した。今回は同じ結末をたどらないことを祈る。さあパレメルモニアへ戻ろう。
しいの。もう遅い時間なのに、なんでまだこんなに人がいるんだ？あ、もしかして何かあったのかな。ちょっと様子を見に行こうぜ。おい、みんな聞いたか？メルジーヌに手を出そうとしてる奴がいるらしいぞ。かなり信憑性のある情報で、あの最高審判官様まで直々に調査してるって。マジかよ、そんなこと俺が許さねえ。メルジーヌを脅してるやつ、出てこい。敵は水面下に潜んでる。簡単には姿を現さないだろうな。だがそれでも俺たち全員の目から逃れることはできん。ああ、その通り。俺もちょうど同じこと考えてた。警察隊はもう動き始めてる。俺たちも手をこまねいてるだけじゃなく、何かしないと。メルジーヌが普段どれだけ俺たちのことを助けてくれた。メルジーヌが危険にさらされてる今、俺たちがそれを無視するわけにはいかない。よし、しばらく周りを警戒しとこう。怪しい奴を見かけたらすぐに警察隊に報告だ。どうしてずっとついてくるの？何かあったのかしら？ええ、ある情報で。何でもない。私たちも仕事が終わって、今家に帰るところよ。そうなの？ご苦労様。ご飯はもう食べたかしら？今日はスイーツ店に新商品が並んでいるみたいよ。一緒に買いに行かない？いえ、今はあまり歩き回らない方がいいわ。まあまあ、そう我慢しないで。君もお腹が減ってるでしょ？そうね。じゃあ一緒にケーキでも買いに行く？いい。夜ご飯はきちんと食べるのよ。特に残業前は少しくらい何か口にしないと。ヌビレット様もこの件に目を光らせてるらしいぞ。手柄を立てれば昇進と昇級のチャンスかもな。おいおい、それじゃあまるでヌビレット様が見てないとやらないって言ってるみたいじゃないか。冗談さ。もう何年も手を取り合ってきたんだ。彼女たちに何かあったら俺だって一生悔やむことになる。そうでなくちゃな。犯人が捕まるまでここで見張りをしよう。メルジーの危険な目に遭わそうとしてる奴め、出てこい。聞いたか、特巡隊の奴らも来てるらしいぞ。し、あれ見ろ、ヌビレット様じゃないか。今こっちを見たぞ。ひひ、どうやら心配はいらないみたいだな。ああ、本当によかった。ヌビレット、向こうに行ってみんなと話してくるか。このままにしておこう。私が行けば不必要な騒ぎを起こしてしまうかもしれない。予定通り戻って真相を調査しよう。はあ、この件を見てるとある噂を思い出すな。噂って？聞くところによると、俺たちの帽子にある警察バッジは昔はこんな感じじゃなかったらしいんだ。遥か昔、警察バッジにメルジーヌの姿はなく、法律を象徴する天秤しかなかった。その後、とあることで犠牲になったメルジーヌを記念するために警察バッジのデザインが変わったらしい。多分もう随分と昔のことなんだろうな。怪しい奴は全員見つけてやる。必ずやメルジーヌの安全を守らなければ。黙って見過ごすわけにはいかない。
らずや。メルジーヌのあんた黙ってみ。行こう。警察隊とマレショーセファントムの共同捜査により密輸事件を解決。これだ。具体的な関係者リストを確認しよう。確かここにあった。なんて書いてあるんだ。事件の主犯ドメニコ、イニカ、ユーナを逮捕。審判のもとメロピデ要塞へ応送。密輸事件に参加せずとも主犯と密接な関係にあり利益を得ていた者は罪を課さずに指導を行うこととなった。中でも A さんは態度が良く予定よりも早くに観察が終了。他の者は重要観察リストに残したままとする。名前が多いな。キアラに脅迫状を送ったやつはこの中の誰かってことか。ああ、より正確に言うとこのエサンという者が怪しい。彼は密輸事件の主犯と関係があり、かつ比較的自由に行動できる立場にある。ヌビレット様、先ほどスピナディロースラーのメンバーと名乗る者がいらっしゃいました。もうターゲットは見つけた。カフェで待ってるとのことです。え、オイラたち今容疑者の名前が分かったばっかなのに。ナビアはどうやって見つけたんだろう。私にもわからない。カフェはここからそう遠くない。行ってみよう。最近マレショーセファントムの世話になった者たちよ。普段はサンドル川に身を隠してるの。ここに招待するよう手配したんだ。
正体。そう、ここのコーヒーが美味しいって聞いたから一緒に来ないかって誘ったの。そうなんだよ。いやスピナディロースラから招待されるなんて嬉しいな。ずっとこうして集まりたかったんだ。うん、なんかぎこちないな。まあいいか、本題に入ろうぜ。エサンはいるか。ああ俺だ。君がエサンか。どうも、ヌビレット様。あの脅迫状は君がキアラに送ったのか。それは、うん、はい。ですが私も人に依頼されて。人に依頼されて。あ、ドメニコです。以前まで私の兄貴分で、彼に頼まれたら断れなくて。ドメニコ、そいつ今はどこに。メロピデ要塞だ。あの場所は私たちスピナディロースラじゃお邪魔できないんだよね。どうやらあんたたちに直接行ってもらうしかないみたい。私にできるのはここまでかな。十分だ、協力に感謝する。こんなの気にしなくていいから。それより今はドメニコを見つけるのを優先して。もし本当に彼が何か陰謀を企ててたら、早めに手を打った方がいいでしょ。そうだな、今すぐメロピデ要塞に行こうぜ。さて、残りのお客さんを送ってあげて。苦労かけるね。はボス。なんとかなったぜ。本当になんとかなったの。本当に。さて、残りのお客。はボス。じゃないよね。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。ようこそメロピデ要塞へ。邪魔するぜ。また来てやったぞ。まさか公爵が直々に出迎えてくれるなんて。オイラたちも顔が利くようになったな。別に初めてでもないだろ。
あんたら二人、それに最高審判官が直々に来るんだ。きっと大事なことに違いない。さて、挨拶はここまで。本題に入ろう。ふん。そのドメニコという人物には少し覚えがある。そいつは昔、囚人たちを束ねて騒ぎを起こそうとしたことがあった。悪いやつだな。大丈夫だったのか？起こそうとしただ。つまり未遂に終わってる。そいつがメルジーヌを狙ってるのか。あまり大したやつには見えなかったかな。あんたらが直々に調査するってことは、何か裏でも？オイラたちと同じこと聞いたぞ。過去に似たようなことが起きたので少々心配なのだ。一度ドメニコに会い話がしたい。それくらいお安い御用だ。確か彼がいる場所は。さっきメルジーヌって聞こえたけど、何かあったの？看護師長。それでオイラたちはその調査をしてるんだ。そいつを脅迫したやつがメロピデ要塞にいるらしくってな。そんな、キアラは大丈夫なの？心配は不要だ。クロリンデが彼女を守っている。よかった。でも黒幕はまだ捕まってないのよね。公爵、なんとかできない？看護師長、それは俺に解決するのを手伝えって意味か？リオセスリ殿。分かってるさ。ドメニコをここに連れてくる要求はそれだけでいいんだろ？これはお願いと言ってもいいだろう。こたびは個人名義での訪問であり、囚人を正式に審理するわけではない。心配は無用だ。一つ、君に仮ということにしておいてくれ。おいらが公爵の立場だったら見返りをがっつり求めてるだろうな。俺が今も囚人だったら減刑を望んでただろうな。まあ、ヌビレットさんは断るだろうが。さて、冗談はここまでにして、ドメニコを連れてこよう。適当にくつろいでてくれ。看護師長がずっとあんたらのことを気にかけててな。話したいことも多いはずだ。みんな、うちと一緒に医務室に来てちょうだい。あ、気をつけて。ところどころ暗いから転ばないように。いざ。さ、もうじきメロピデ要塞から離れられる。ん？私は助け合いの会のメンバーオリオールよ。何か手伝えることはある？先月新しいのがうちに入ったが、ん、何か用か？行こう。
レットさん、旅人、それにパイモンちゃん、何か飲みたいものはある？オイラは大丈夫だぞ。ありがとな、看護師長。喉が渇くのは体が警告を出してるってことなのよ。だからそうなる前にちゃんと水分補給しないと。後でたくさんお話しすることになるだろうから、お茶を入れてくるね。看護師長は相変わらずみんなの健康を気遣ってるんだな。お前たちずっとだんまりしてるけど、どうしたんだよ。ふむ、君も気づいたか。彼らの胸にあったバッジ、少し見覚えがある。見覚え？オイラは全く気づかなかったけど、でも二人がそう言うならちょっと話を聞きに行ってみるか。ああ、私はここで君たちが戻るのを待とう。私はリオセスリ殿を信頼しているゆえ、メロピデ要塞に来ることは滅多にない。今回は状況が少々特殊でな。彼に迷惑をかけていないといいのだが。お前たち、助け合いの会に興味はないか？ほら、このパンフレットをやろう。少し見てみるといい。助け合いの会のスローガンは何度も変わってきたが、その中核となる思想は創設以来変わっていない。もし助け合いの会に入りたくなったら、ここに来て申し込むといい。何か？ああ、これ？なんだ、俺たち助け合いの会に興味あるのか？助け合いの会ってなんだ？助け合いの会は長い歴史を持つ組織だ。その歴史を遡ると最も古いもので400年以上も前になる。どの代も人数は少なく、これといった影響力もないが、メンバーは皆友好的だ。この会のモットーは互いに助け合い、できる限り公平の維持に尽力すること。おお、なんだかいい組織みたいだな。最初はみんな自分を守るために入る組織なんだ。俺たちは重い罪を犯したわけじゃないし、強い力も持ってない。メロピデ要塞じゃ自然と弱い立場に置かれる。だからこうして結束するんだ。そうすることで辛い目に遭わなくて済む。なんだか君たちどっかで見たような。ああ、これは助け合いの会のシンボルなの。初代会長がデザインしたものでね。聞くところによると平和勲章ってものを参考にしたらしいわ。まあ実物は見たことないけど。初代会長はすごいお方でね、とても強かったんだけど、決して他人をいじめることはなかったそうなの。むしろ弱い囚人たちを束ねて互いに助け合うようにさせたらしいわ。
私たちはみんな彼を尊敬してるんだ。結構話も聞けたし、そろそろヌビレットのところに戻ろうぜ。何か分かったか？あのバッジをつけてる人たち、みんな助け合いの会っていうのに入ってたぜ。そのバッジは平和勲章ってもんを参考にデザインしたらしいぞ。ヌビレット、何か知らないか？過去に平和勲章を2つ作り、カロレとボートランに授けたことがある。カロレが持っていた方は燃えてしまったため、残っているのはボートランのだけだろう。あ、つまり助け合いの会の創設者は。ヌビレットさん、公爵が執務室へ来るようにってドメニコを見つけたらしいよ。分かった、まずは彼に会ってメルジーヌのことについて聞こう。行こう。助け合いの会に入るまで私も不満をたくさん抱えてたの。自分が犯した罪は忘れてはいないけど、それでもここでの毎日が苦痛でね。けど今は仲間たちとおしゃべりしたり、何かを一緒にやったりできる。生活も色づいてきたの。どうだ、申し込む気になったか？この前ヌビレット様に反発しようと、ドメニコとかいう囚人がみんなを扇動したんだ。見るに見かねて俺たち助け合いの会で懲らしめてやったよ。はっ、さて、あんたらに紹介しよう。こいつがドメニコだ。何か言うことは？ヌビレット、どうしてあんたがここに？何をする気だ？口封じか？落ち着け。ただいくつか質問がしたいだけだ。メルジーヌに脅迫状を送ったのは君の計画か？すでにエサンが自白している。この件についてこれ以上隠す必要はない。あの野郎、あんなに信用してやったのに。今一度問おう。メルジーヌに脅迫状を送ったのは君の計画か？はい。背後には誰がいる？なんだって？あんたら何か事件を俺に押し付けようって気じゃないだろうな。自分の立場をわきまえた方がいい。最高審判官が自らあんたの事件を調査してるんだ。以前あんたがメロピデ要塞で騒ぎを起こそうとしたこと、それとも関係してるんじゃないか？た、
確かに少し衝動的だったのは認める。本当のことを話してもいいが、その前に俺の身の安全を保証してくれ。ああ、保証しよう。安心するといいさ。こっちは話の通じる奴らばかりだからな。最初はちょっとした商売だったんだ。俺にブツの運搬を頼んできた奴がいて、大金を支払う約束をしてくれた。けど何回か運んだ後、マレショーセファントムに捕まった。ブツの内容が違法なものだってことで、俺は捕まって審判を受ける羽目に。納得いかなかった。だってほら、知らぬ者に罪はなしって言うだろ。だから俺はブツを横領するためにわざと俺をここに追放した奴がいると踏んだのさ。まさか、そんな理由でメリュディエヌに復讐しようとしたのか？当初のターゲットはヌビレットだった。メロピデ要塞にいる囚人も、みんなヌビレットが裁いたんだからな。きっと囚人たちも不満を抱いてる。一緒に手を組んで騒ぎを起こせばと考えたんだ。だがなぜか、誰も俺の話に乗ってくれなかった。特にあの助け合いの会なんかは、小物ばかりのくせに、俺に歯向かってきやがって。あれこれ考えた末に、メリュジーヌに目をつけることにした。当時、あのキアラってやつが、俺のブツを差し押さえて調べたのを思い出してな。話のわかる看守に、家に手紙を送るよう頼んだんだ。もちろん、その手紙は A さんに宛てたもので、内容もキアラに脅迫状を出すよう指示したもんだ。キアラをマレショーセファントムから追い出すためのな。それらのことは全て君の考えか。その間、怪しい者が接触してきたことは？ない。では君に運搬を依頼した者は全員捕まっているか？ああ。俺が知ってるのはこれで全部だ。看護師長、ドメニコを監視のところに連れて行ってくれ。処置は後ほど行おう。つまるところ、ヌビレットさんが案じていたのは、メルジーヌを利用してより大きな波風を立てようとしてる勢力がいないか。そうだろ？いかにも。これに似たようなことを経験したのでな。その可能性を考慮する必要がある。似たようなことっていうのは、だいたいどれくらい前のことだ？400年以上前だ。それはさすがに考えすぎだ。時間はあらゆるものを変える。今はもう全てが変わってるはずさ。どういう意味だ？400年以上前、あんたも、あんたが連れてきたメルジーヌも、フォンテーヌの人間社会にとっては異類の存在だった。しかし今となっちゃ、メルジーヌを脅す者がいれば、人々はそれを見過ごさない。彼らはもう、昔とは違う選択を取る。確かに。オイラたちがパレメルモニアに戻ろうとした時、いろんな人がメリュジーヌを守ろうとしてたよな。ヌビレットさん、メリュジーヌはあんたが直々にフォンテーヌまで連れてきた種族だ。人々が見せる彼女らへの態度は、社会があんたをどう見るか反映したものでもある。昔、民衆がメリュジーヌを信用していなかったのは事実だ。だがその本質的な部分は、よそから来たあんたという最高審判官をまだ見定めてる最中だったからさ。500年近くの時が流れ、あんたはあらゆる審判を公正にやり遂げてきた。法廷上でどんな騒ぎが起ころうとも、正しい裁決を下してな。今の人々は、あんたに対して何の疑念も抱いていない。それどころか、あんたを法律の象徴とさえ見ている。そして、今やあんたが行う決定は、このフォンテーヌ全体に影響を与えるものとなった。つまり、
あんたは知らず知らずのうち、この国を変えていたのさ。なるほどな。道理でドメニコの話に乗ろうとした奴がいなかったのか。それは私にとって過分な称賛だ。私からすればただ職務を全うしていたに過ぎない。褒める価値も特別な点もない。私は単に過去の約束を果たし、審判によって答えを探している。ただそれだけだ。決してそのように尊敬されるべきではない。人間の感情と意志は私よりもはるかに複雑だ。正直、私の方こそ君たちを尊敬すべきだと思っている。そんな謙虚になることはない。現状が全てを物語ってるんだからな。あんたはもうあの頃のようなよそ者じゃない。今のあんたはたとえ一人で調査しようとしても、あんたに関わる多くの者が率先して手を貸してくれるだろう。一理ある。少なくともその点は否めそうにない。説明に感謝する。この件はつつがなく解決した。そろそろ失礼しよう。え、もう行くのかよ。そう急いで帰らなくてもいいんじゃないか。お茶でも飲んで行ったらいい。必要はない。規則は心得ている。ここには心から食材をする者もいれば、私に恨みを持つ者もいる。私がここにいる時間は短ければ短いほどいい。さもなければ騒ぎが起きるかもしれない。なら規則の違反は俺がやるしかないね。まだ二つ話すことがある。聞こう。一つはドメニコのために手紙を送った看守についてだ。ああ、承知した。確かに看守はパレメルモリアから配属された人員ではある。だが先ほども言ったように、こたびは使用できている。処理は君に任せよう。そいつはよかった。なーに、そう大げさに考えないでくれ。上の人間は同情の念を抱きやすい。だがそういうのはここじゃ非常にリスクがある。その看守にはいろいろと注意事項を念押ししておくつもりさ。問題ない。よし、一つは解決したな。それでもう一つは何だ？もう一つは個人的な好奇心によるもんだ。さっき助け合いの会について調べてたんだって。おう、あいつらのバッジに見覚えがあるってヌビレットが言ってたな。俺はメロピデ要塞を引き継いだ時からそのグループの存在に気づいてた。彼らは人数こそ少ないが、常にできる限りの正義を貫いてる。昔彼らの創設者、当時審判を下されここに投獄されたボートランについて調べたことがあってな。現存する記録によると、その者は服役中ずっと従順で、亡くなるまで攻撃的な行動や発言をすることはなかったそうだ。つまり彼のここでの態度は法廷に立っていた時とは大きく異なるということ。何？審判の時、私は彼の複雑な感情に気づいていた。彼は憎しみに満ちていたし、私を憎む理由もあった。俺の予想だが、一種の演技だったんだろうな。演技？ヌビレットさんとボートランはかつてとても親しい上下関係にあった。きっとボートランも最高審判官が私情を挟む判決はしないことを分かっていたのだろう。彼が憎しみの感情を表せば表すほど、審判に出席した者はあんたの公正な判決を直に感じ取り、それを認めることになる。当時まだあんたを見定めていた民からしたら、その意味は計り知れなかったはずだ。俺の話したかった二つはこれでおしまいだ。他に話をしたい奴は今のうちに言うといい。特に言うことはない。感謝の言葉以外はな。
さて、戻るとしよう。見送りは不要だ。ああ、またな。あの審判について触れることはあまりないが、私はずっとカロレとボートランのことを嘆いてきた。ボートランが法廷で放った言葉がしばし頭の中で響き渡るのだ。何かせねばと、そう私に思わせる。でも公爵の話じゃ、そいつはお前を恨んでなかったみたいだぞ。それっていいことじゃないか。リオセスリ殿の考えは大方理解した。だがあの言葉が私の心をかき乱す。どう言葉にすればいいかわからないが、驚き、喜び、恐怖、罪悪感、数々の感情が混ざり合ってようやく何かを少し理解できそうだ。君たちの考えも聞いてみたい。君たちの目には私はどのように映っている？この言ったことが正しいと思うぞ。最高審判官としてお前の審判はどれもフォンテーヌに影響を与えるものだし。旅人、お前はどう思う？おい、どうしたんだ？何か考え事か？その、これだけ多くの審判、逆にヌビレットにも影響を与えてきたんじゃない？一理あるな。前にも言ったが、私は感情を表現するのが得意ではない。それは自分自身でさえ完全に理解していないからだ。だが君の判断を信じよう。いつからか私の身には変化が起きていた。これらの変化はある具体的な事件によるものではなく、時間そのものによるものかもしれない。この問題について真剣に向き合ってみよう。君たちには礼を言わねばな。あれ、雨だ。まずい、傘を持ってないぞ。土砂降りにならないうちに早く行こうぜ。あ、雨か。今年でもう何回目だ。旅行の計画が水の泡だ。今朝の新聞見た？あなた、洗濯物を一緒に入れてくれる？いつになったらやるんだ。水流、水流、泣かないで。奴らは魔獣を活性化させるつもりだ。このことを審判官様に報告せねば。ふん、メロピデ要塞、俺にとってはいい場所だ。まだ答えをくれてない。ヌビレットさんはフォンテーヌの構成のシンボルと言っても過言ではありません。注意しておけ、奴は厄介だ。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょ。メルジーヌを脅してる奴、出てこい。
人の社会で君は嬉しいことも悲しいことも目にするだろう。いつか君が多くの過去を受け入れた時、この国の歴史を代表して全てを審判する資格を得る。おはようございます、ヌビレット様。雨季ももうじき終わりで、そろそろ晴れるそうですよ。晴天が心を晴れやかにすることを祈ります。問題は解決したか？うん、脅迫状を送ったやつは見つけたぜ。そいつをもっと厳しく見張るってビオセスリも言ってたから、もう大丈夫だと思うぞ。そりゃよかった。君たちを巻き込んでしまいすまなかった。謝る必要はありません。そうそう、巻き込んだっていうか、私たちが勝手に首を突っ込んだだけだし。そうだ、クロリンで、キアラは大丈夫か？ああ、今はパレメルモニアにいる。先ほど50人をも超える人が彼女を守ると意気込んでいた。中には道端の花畑に隠れながら警戒する者もいる始末だ。ただあれほど大勢の者が関わってくると、逆に彼女を困らせないかと心配になってな。だからとりあえずパレメルモニアにいてもらうことにした。あそこなら安全だろう。はぁ、ならよかったぜ。どうやら一件落着したってところかしら。お祝いとしてヌビレット様に独占取材をしてもいいかな？そんなお祝いの仕方なんてないぞ。考えてもいい？本当？もちろん。だがまだスケジュールが詰まっている。取材は来月にしよう。それまで質問をまとめておくといい。私の答えられる範囲で答えよう。ほう、ほう、やったー。では先に失礼する。私はこれからパレメルモニアに戻って指示を出し、こたびの調査結果を公表するつもりだ。そうすれば人々も憂いがなくなるだろう。